s e 3 1 3 0アルエットツールブルジェ航空宇宙博物館に展示されているアルエットツーのオール SS-11 追戦車ミサイルを搭載した西ドイツ陸軍のアルエットツー s e 3 1 3 0エットツーはフランスのもともとは手動アビアシオン車で後にアエロスパシアル車で製造された軽ヘリコプターであるアルエットツーは従来の重いレシプロエンジンの代わりに ガスタービンエンジンを搭載した最初の量産ヘリコプターであった。なお、相性に関しては、アルウェット2という表記も見られる。大部分のアルウェット2は、軍隊で観測、写真撮影、空中、洋上での救難救助、連絡と訓練任務に使用されたが、対戦車ミサイルやホーミング魚雷も搭載された。民間用ヘリコプターとしては負傷者の救助、農薬散布や、 フライングクレーン用途に使用された。シュドエスト社が設計した前作の SE-3120、アルエットは1953年6月にヘリコプターの速度と航続距離の記録を樹立したが、この機は市場で成功策となるには複雑すぎる航空機であった。記録樹立に伴ってフランス政府は興味を示し始めたが、 財政状況の悪化とともに2年以内に生産に入れるヘリコプター以外の回転翼機に関するすべての活動を停止するように最終通告が出された。S 線ケースは X310A から X310G までの7種類のガスタービンエンジン搭載のヘリコプターを提案した。チュルボメカ社の創立者、ヨゼフ・シッドロフスキーは オレドンタービンから派生した 260HP を発生するアルトウステ一軸ターボシャフトエンジンの開発を成功に導いた。X310G ンが採用され、アルトウステエンジンと共に SE3130 アルエット2としての生産に向け開発が進められた。SE3130 は1955年3月12日に、 初飛行を行い、3ヶ月以内の6月6日に、ジャンボレー操縦の全量産型アルエット2が8209メートルのヘリコプターによる高度記録を樹立し、7月13日に記録を1984メートルに更新した。1956年7月3日にアルエット2は、標高4000メートル以上から心臓停止した登山者を救助して、 山岳救助を行った最初のヘリコプターとなり1957年1月3日に再びアルエット2がモンブランで行方不明になった登山家のジャンビンセンドンとフランソワアンリを捜索中に墜落したシコルスキー S-58 の搭乗員を救助するために呼ばれたアルエット2は1957年5月2日に国内の大空証明を取得した アルエット2の生産は当初はフランス軍と民間からの注文に応じて始まった。軍事面ではアルエット2は対戦車ミサイルを搭載した世界初のヘリコプターとなり1975年に生産終了となるまでに総計1500機以上のアルエット2が製造され47の軍事組織を含む80カ国以上で使用された。アルエット2はブラジル、 スウェーデン、インド、アメリカでもライセンス生産された。フランス軍のアルエット2ドイツ国境警備隊のアルエット2イギリス陸軍航空隊のアルエット2ポルトガル空軍のアルエット2元スイス空軍の V-54 で、現在は英国登録 GBVSD の1964年製アルエット2ありがとうございます。